はい、どうもこんにちは。お久しぶりです。今日は6月23ということで、2、3週間ぐらいね経っちゃったんですけど、はい、まあ今日までやってたことと、これからの、ね、計画を話していきたいと思います。はい、で今日まで何してたかってことなんですけど、まあ最初のね前半1週間ちょいくらいは本当何もしてませんでした。もう10日間ぐらい本当何もせず、友達とご飯食べたりとか、もうそういうのでもう気分転換みたいな感じで、本当に何もせずって感じです。まあそうですね、本当最初の2日3日くらいはちょっとあんま勉強手につかなくて、まあこれだったらもう1週間ぐらいねもう休んじゃった方がいいんじゃないかと、もう決めてこう休んでこう切り替えた方がいいかなと思って、まあやって、そうですね、まあ10日何もせずって感じです。でその後10日、まあ、最近1週間くらいは、民事訴訟法の勉強と、まあ、刑法ですねちょっとやってます。なんでかっていうと、まあ圧倒的に多分知識は少ないかなと。まあ、刑法に関してはその、まあ、書けそうだけどちょっと理解が甘いところが多いかなっていうところが多くて、まあ他のね科目はまあ、そこまで不安は今のところなかったので、今不安な民事訴訟法と刑法をやってます。で何やってるかっていうと、まあ、刑法に関しては普通に演習本をやって、まあ知識というか、まあ、やったり、普通にその分からないその、共犯とかそこら辺のあたりをちょっと今中心的にねちょっと理解する方でやってます。で民訴訟法も、手続き的なことがやっぱ分かってないところが、その全体の流れとかね分かってないところが多かったので、もう普通になんかテキストとか読んだりしてこう、ああなるほどみたいな、こういうね理解をしているところです。まあ条文中心にやってます。はい、でまあこれからの話なんですけど、これからね僕がしなきゃいけないというか、突破すべき試験というかねは、ロースクール入試とね来年の予備試験なんですけど、まずロースクールどこを受けるかっていう話をしていきます。でまず僕としては、まあ、ロースクールそんな行く必要今のところやっぱあまり感じてないので、まあ最悪行ければいいかなというか、最悪っていうか、まあ、行ければいいかなっていうぐらいなんですよ。はい、なのでなんかその特別な対策とかは特にせず、その予備試験の勉強をしていく中で、まあ、ロースクールの入試が途中であるかなっていうぐらいの認識です。で、どこ行けるかって話をすると、まあそうですね、今のところやっぱり早稲田と一橋と、まあ、北大かなっていう感じです。はい、まあなんでかっていうと、その例えば中央とか関西学院とか、まあ、他にもいろいろあると思うんですよ。千葉大とかあると思うんですけど、まあそうだな、まあなんか別に特にこれといってその理由はないんですけど、まあそうですね、まあ行けたら行きたいなくらいの大学院をこう、そんなね、まあなんか数多くてもしょうがないので、まあ、3つくらいこう上げてっていう感じですね。まああと通いやすさとかも考えてっていう感じです。はい、まあ早稲田とか一橋の方がまだ東京で買いつけて、多分中央とはちょっと遠いのかなとか思うとね、通いだというきついかなと思って、はい、あんまり選びませんでした。それだけっていう本当深い理由はないです。まあ東大とかも一橋の前日にあるんですけど、まあ TOEIC の点数とかであって、まあ一次試験が通るかさえわからないというか、その書類審査みたいなのも通るかさえわからないので、まあ東大はあんま考えてないです。はい、でまあ神戸とか大阪もまあそうですね、今のところあんまり考えてないですけど、まあ今後調べていくうちに何か良さとかをねこう見つけたらまた受ける可能性もあるかなって程度です。で対策としては、基本的に今予備試験の過去もね今年含めて出たらもう12年分かなあることになるので、まあそれとまあその過去問ですね、ロースクールので、ロースクールの過去問と予備試験の過去問です。対策は基本的にはそれ以外は特にはしないです。でまあロースクールの過去問に関しては友達とそのね自主ゼミを組んでその回答を作り合って持っていくっていう形でやっていきたいと思います。はい、はい、まあ僕よりね多分優秀なので、はい、そのまあ僕の方がね結構勉強させてもらっているんですが、いつも、はい、そうなので、まあだからあとあれですね、やっぱ自主ゼミの良さはやっぱ人に提出するね回答なので、結構完璧なものというかちゃんとしたものを出さなきゃっていう責任感が生まれるので、
あんまその自分一人でやってる時よりもこう責任感を持ったね回答を出せるので、まあ僕的には結構好きですね。はい、なんか好きっていうか自分のためになるかなと思ってます。はい、で来年の予備に関してはまず選択科目ですね。まあ前回経済法を選ぶとか言ってたかもしれないですけど、ちょっと考え方を変えまして、僕はちょっと労働法をね選ぶことにします。なんでかっていうと、労働法は加藤先生っていう多分なんだっけ、明るいとの先生かなの人がその自分の塾を立ち上げて、でそこで労働法の講座出してて、でなんか論証集とかもついててみたいな、そういうセット講座があったので、で僕はそれをねちょっと使わせていただこうかなと思います。なんでかっていうと、まあ、来年の予備試験は僕絶対に受かりたいので、選択科目とやっぱ実務基礎は正直 A を狙うレベルで頑張りたいなと思ってるので、まあそうですね、ちょっと多分選択科目が来年というかあんまりねちょっと手薄になる人も多いのかなっていうちょっと勝手な印象なんですけど、そのいきなりというかね追加されるものなので、だからやっぱここでちょっと選択科目で勝つっていうのは、まあ、結構なんていうのちょっとアドバンテージになるかなと思って、ちょっとあれですね、全部揃ってるその論証とかその講義とかその試験用の講義とかも揃ってるやっぱ加藤先生のその講座が一番いいのかなと思って、まあ、正直やっぱ興味とか経済法とか他の科目とかの方があるんですけど、まあ今からやってね、ちょっと僕たちその浪人生組はやっぱ現役というか1年目の人よりねやっぱ時間に多少は余裕があるので、その他の科目をやらなきゃいけない時間とかも少ないので、まあそれだとやっぱ選択科目をねちょっとしっかりやっていこうということで労働法にします。で、まあ、他の科目の勉強法みたいなことに関しては、まあ、正直あまり変わらないんですけど、反省点としてやっぱ条文がねちょっと曖昧だったかなと思っておりまして、で特に民法商法とか、まあ、あと民事訴訟法もそうですね。なのでやっぱちょっと条文をねもう毎回毎回こうちゃんと引いてその一回一回確認していくっていう勉強法をちょっともう意識して、そのまあ去年は結構やっぱなんとなくで進めちゃってた部分がやっぱあるのかなと思うし、やっぱ不安なね知識に穴があるかなみたいなこともすごい不安が多かったので、やっぱ今年はそういうねちょっと不安をなくしていこうかなと思います。でまあ不安をなくすって言って基本書をねなんか最初から最後までこうなんか読んで通読してもやっぱ時間の無駄になってしまうので、まあ基本的には条文中心にっていうことで、でさらにまああと担当のね過去問、担当の過去問、そうですね、まあ担当の勉強で知識をこう穴をなくしていくっていうこう感じにしようかなと思いました。まあこれも資格使いの人になんか相談して、なんかまあこういう質問したんですよね。やっぱその民事訴訟法とか、まあ民事系とかは特にやっぱ知識の穴が不安で、かといって基本書を使ってなんか基本書を読み込んでもその時間がかかってしまうっていう相談をしたら、まあ担当をね勉強をしてこう穴を埋めていけばいいんじゃないかというか、まあ、担当の勉強を論文に生かせるようなね勉強をすればいいんじゃないかということを言っていただいたので、まあ、僕もそれが納得したので、まあ、担当の勉強ね、民法と商法、まあ、特に民事系に関してはちょっともう始めていって、その過去問をね、まあ、もう今年は僕もちょっと取らなきゃいけないんでパーフェクト買おうかなと思ってるんで、まあ、パーフェクトやり始めて、その穴は、パーフェクトでやって、もう論文は本当予備試験の過去問と、まあ、ロースクールの過去問プラス、演習書ですね。まあ民あの辰巳多分確か辰巳法律研究所の演習本を買っているので、まあ民法商法、まあ民事訴訟法はちょっと今事例演習これやってて、まあ、まあ僕は結構文章で書いてくれた方が好きなので、長い文章好きなのでちょっとそれやってるんですけど、まあそれをねやっていこうと思います。でまあそこら辺の演習本とかもやっぱりその最近というか担当前までとかはもうその問題じゃ問題じゃ答案構成とかしかやってなかったんですけど、ちょっと今ねやっぱ時間もあるし各地からやっぱロースクール入試もつけなきゃいけないので、やっぱ一問一問ねちゃんと書いていくっていう形でやっていきます。はい、で他まあ、憲法行政法はもうあんま変わらずです。基本的には、まあ、ガール使って、
と、まあ、過去問ですかね。まあ、行政法は正直多分それで足りるかなと僕的には思ってるんですけど、まあ、ロースクールでは入試はちょっとね、違う能力とかも要求されると思うんで、まあ、判例とか基本書を、ね、読む機会もあるのかなとは多少は思います。で、憲法は、うん、そうだな、まあ、まあ、そうですね、今年の担当の問題とかも含めると、やっぱ多少は、判例、そのね、その問題の中で出てきた、こう、言及された判例くらいはちゃんと、一回は自分読んだ方がいいのかなと思って、まあ、ちょっと、判例はちゃんと読もうと思います。はい。んで、他は特にないので、まあ、とりあえずね、早稲田が9月18なので、まあ、それまでに、こう、ある程度の形を作って、勉強していきたいと思いますね。また多分そこそこのところ動画投稿とかをね、再開すると思うので、また見てくださる方はね、よろしくお願いします。まあちょっと答案とかもね、まあちょっと、まあ上げられる形になったら上げるかなと思うんで、まあよろしくお願いします。じゃあ今日はこんなところです。ありがとうございました。